なからって。いらなかって。高尚文芸実演ネウサラアンロへお越しいただきありがとうございます。皆様には囲炉裏を囲みながらアイヌの語りを聞いていただきたいと思います。囲炉裏とはアイヌにとって重要な存在で、アイヌは口伝えで文化を伝えており、その一つに高尚文芸があります。今回ご紹介するのはヤイサマネナという歌になります。このヤイサマネナとは、昔のお話や自分のその時感じた悲しみや喜び、愛しさなどを歌に乗せて語るものとなります。本日は三河地方に伝わるヤイサマネナです。よろしくお願いします。ヤイサマネナ、ヤイサマネナ、ほれんなほれい、ほれんなほれい、本日ご紹介するのはユカラというジャンルの物語となります。ユカラとは超人的な力を持つ、空を飛んだり地面を突き進んだりすることができる少年が主人公のお話が多くあります。またこの物語はメロディーに乗せて語られるのも特徴です。レプニーと呼ばれるこちらの拍子木で拍子を取りながら語るというのも特徴の一つとなっております。こちらは語っている方も聞いている方も一緒に拍子を取りながら合いの手を入れて、ほとかへっていう掛け声を聞いている方も入れながらですね、一緒にユカラを体験していただけたらと思います。ぜひ参加してみてください。ありがとうございました。イエイレイキレ。イエイレイキレ。